献血ショー開催を記念して始球式に引き続き椿おにゃんこさんから両チームキャプテンへ献血ちゃん人形の贈呈でございます。大きな拍手をお願いいたします。あのまんまや、椿おにゃんこさんありがとうございました。今一度皆様大きな拍手をお願いいたします。本日は世界のサッカーにとって非常に特別な日、 FIFA フェアプレーデーです。世界中で行われるサッカーの試合で全てのサッカーファミリーがリスペクト、フェアプレーを呼びかける日となっています。この特別な日に J リーグ、そして J リーグに所属する全てのクラブはファン、サポーターと皆様と共に誰もがサッカーを楽しめる世界を実現するためにここに差別、暴力の反対を表明します。それでは両チームキャプテンによる宣言です。私たちは人種、性別、生まれ、宗教、その他のいかなる理由による差別も認めません。誰もが安心安全にサッカーを楽しむ権利を持ち、その権利は誰にも奪うことはできません。私たちはサッカーの力でサッカー界から、そしてこの社会から差別をなくすことができると信じます。横浜 F マイナスキャプテン斉藤学。サッカー、そしてスポーツに暴力も暴言もいりません。暴力、暴言をしない、させない、許さないことを誓います。私たち一人一人が持つリスペクトする力、大切に思う心でこれからも誰もが愛することのできる J リーグを、そして差別、暴力のない世界をみんなの力で作り守っていきましょう。川崎フロンターレキャプテン小林優。以上、差別、暴力、根絶宣言でした。